ガソリン蛍光管とはガソリンを持ち運ぶための容器のこと。日本では2003年の名古屋立てこもり放火事件後に蛍光管以外のポリタンクなどへのガソリンの販売は禁止された。消防法で容器の材質、容量などの規格が定められ、ホームセンターやカー用品店で販売されている。市販品されているものは 0.5から20リットルの容量だが、一つの金属製容器では、最大60リットルまで、法的には、購入可能である。第16条危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について、精霊で定める、技術上の基準に従って、これをしなければならない。危険物の規制に関する精霊危険物の規制に、 関する規則第42条例、第28条、第2号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損する恐れがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れる恐れがないものでなければならない。別表第3の2抜粋。危険物主に金属製で赤く塗装されているものが多く、付属品として給油口へ繋ぐ伸縮式の ポリエチレン製のホースが付いている。なお、多くの製品は内部も塗装されているため、一度使用したものを適切な保管方法で保管しない場合、内面が剥がれる等の不具合が発生する。アメリカ製の樹脂製、ガソリンタンク日本では、危険物の規制に関する規則、第28条の2-4の,の規定において、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を。 顧客に自ら自動車もしくは原動機付き自転車に給油させ、または灯油もしくは軽用容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とすると定義しており、顧客自らガソリンを容器に給油、詰め替えを行うことはできない。この解釈は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にかかる運用についての期待位置に明確に定義されているととともに、自動車には 自動二輪車も含むものとされていることから、顧客が自ら蛍光管等の容器に給油することは違法行為となる。従って、セルフ式、ガソリンスタンドを利用する場合でも、蛍光管への給油は必ず従業員が行う。なお、危険物の規制に関する規則第40条の3の10より、顧客用固定給油設備等を使用して、従業者による 給油等を行うことは差し支えないものであることが削除された。しかし、セルフスタンドにおける基準を満たした傾向間への従業員による給油を禁止する条項が追加されたものではないため、一般には従業員による給油で対応することは可能である。ただセルフ営業の店では、フルサービスより少ないスタッフにて営業することが、 ほとんどであり、また固定給油設備等の監視業務には、有効な免状を持つ、従業員が常時監視する必要があるため、傾向間への給油だけに、専門のスタッフを避けないことがある。セルフスタンドが認可された経緯から、危険物取扱者公主免状、または、おつ主第四類免状を持つ、従業員が、モニター等で常時監視し、 かつ非常時や安全に支障あると認められるときには、緊急停止ボタンなどの操作で、すべての給油、注油装置への危険物の供給を断ち、危険物の取り扱いを一切不能にすることが求められる。また危険物の緊急遮断に至る前に、放送やインターホンなどを用いて、可能な限り事態を回避することも求められる。監視義務については、 来店客が危険物を一切取り扱えない状態に置けば足りるのだが過去の消防による抜き打ち検査で危険物取り扱い者が不在の状態だったりセルフフル切り替え可能なシステムで内部的にフルサービスでの営業を落として給油許可ボタンが無効化されたりした例があった自治体によっては1日あたりのガソリンの小分け制限量の設定など 法令より厳しい規制や指導がなされる場合がある。ガソリン蛍光管に腐食や傷、パッキンの劣化などによる漏れがあってはならない。蛍光管の取り扱いには中身が因果性が強く爆発的に燃えるガソリンであることを十分に留意しなければならない。過剰書きに列挙すると少なくとも以下の項目は守るべきである。ジェリカンと呼ばれることもあるが、これは ドイツ軍の燃料蛍光管を模倣したことに起因し、イギリスでドイツ人男性を表すスラング、ジェリーが監されたのが由来と言われている。ジェリー管も参照。この場合、消防法第13条第3項で罰せられるのはガソリンを入れた客であり、同法第42条により6月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる。現場から平成の記憶、 平成最悪の立てこもりから緊迫の内部映像。web.archive.org2019 年7月20日、閲覧。abc、ケーヤーに放火蛍光館、ガソリン60リットル購入可能目的確認、難しく。ヤフーニュース。2019年7月20日閲覧。法令上は中油である。蛍光館への給油と制御宅での監視は同時には、 できないため両立しない。顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にかかる運用について AB 高橋俊介。セルフスタンド方式の給油取扱所の安全対策が崩れていることについて。セーフティートゥモロー。 34から 37http コロンスラッシュスラッシュ www.khk-syoubou.or.jp スラッシュ pdf スラッシュガイドスラッシュマガジンスラッシュ145スラッシュ 145.pdf 2019年7月20日閲覧危険物の規制に関する政令第24条で定める指定数量など ガソリン蛍光管使用時のご注意。オートバックス、蛍光管の減圧を怠る露天天守操作に問題か。福知山爆発。京都新聞。http://www.kyot.co.jp o n p スラッシュ スラッシュアーティクルスラッシュ2 0 1 3 0 8 1 7 0 0 0 6 0旧取扱所等におけるガソリン等の適正な取扱いについて消防庁ありがとうございます。